チェルシーさん、行く。プレミアリーグ第5節、ボーンマスブスチェルシーが17日にバイタリティスタジアムで行われ、0-0のドローに終わった。前節のノッティンガムフォレスト戦で今シーズン2敗目を喫したチェルシーは、ボーンマスとのアウェイゲームでバウンスバックの勝利を目指した。前節から先発2人を変更。負傷のカイセドとベンチスタートのチルウェルに変えてウォチクとムドリクを起用。4-3-3 に並びを変更。ここまでリーグ戦わずか1勝と苦しんでいるチェルシー。前線には右からラヒーム・スターリング、ジャクソン、そして左にはチェルシーでの初ゴールが期待されるムドリクという並びでスタートした。13分にチェルシーがチャンスを迎える。左サイドでムドリクがボールを受け前線へ運ぶと、ムドリクとのパス交換からジャクソンがペナルティアーク付近からシュートを放つが、惜しくもポストに阻まれる。ホームのボーンマスも18分に決定機を迎える。ゴール前でフリーのワッタラがシュートチャンスを迎えるが、ここはゴールキーパーロベルト・サンチェスの好セーブに阻まれる。負けじと33分にチェルシーもビッグチャンスを作る。キャラガーが華麗なキックフェイントからシュートを放つが、ゴールキーパーネトのスーパーセーブに阻まれ先制点とはならない。後半開始早々の50分、チェルシーはペナルティエリア付近でフリーキックを得る。スターリングが放ったシュートは惜しくもクロスバーに阻まれるが、レビ・コルウィルが押し込み先制点かと思われたが、コルウィルのオフサイドとなり0-0のまま試合再開となる。ボーンマスは、78分に絶好の位置からのフリーキックを得る。ビリングのキックは壁に入ったギャラガーに当たり惜しくも枠の右へ外れる。両チーム決定機はあったものの、試合はこのまま終了。両ゴールキーパーの活躍が目立ったこの試合は、今季プレミアリーグで初のスコアレスドローとなった。ボーンマスはこれで開幕から5戦未勝利と苦しい状況が続いている。一方のチェルシーも、2試合連続で無得点となり、上位浮上のきっかけをつかめずにいる。呪われすぎて怖い。もうダメだこのチーム。ムドリクは完全ネタやん。ギャラガーかわいそうやで。カイセドベンチにもいないやん。監督のんきなコメント出しとるな。このチーム本当に見てて笑うわ。チェルシーの闇はいつ終わるのか。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。